浮世絵の木版木版とは、版木、版木とも呼ばれ、印刷のために、文字や絵画などを、反対向きに刻していた板。木版印刷や木版画製作に用いられる。文字や絵などを彫刻した木版。適した溶剤は桜、梨、リンゴ、菩提樹など、掘り板、仇ともいい、中国では古く、あずさを用いたのであずさとも呼ぶ。 活版印刷は8世紀後半の随唐期の中国にルーツがあるとされ、朝鮮、日本などの周辺諸国に広まった。仏教を国教とした後麗においては10から13世紀に木版印刷による経典の印刷が盛んに行われた。後麗版大増教は11世紀に国家事業として刊行されたが、モンゴルの信仰によって消失し、その後13世紀に再刊。現在は、 ヘインジに所蔵されている。高来の木版印刷は日本にももたらされ、日本の仏教やその他の文化にも大きな影響をもたらした。西洋にも同様の技術は存在したが、東洋において特に盛んに行われた。草原以後の中国における学術、文芸の振興や江戸時代の日本における浮世絵の成功も木版なく、木版は両面に刻まれるが、 表面を削って新たに削り直すことで再利用が可能である。また、保存状況が良ければ、100年単位で印刷に用いることが可能となる。また、当該印刷物が普及した後にその木版自体を商品として当該印刷物を必要とする他の地方に転売して利益を得る方法も存在した。そして、何よりも同一内容の印刷物を短時間に大量に生み出して、 広範に広めることが可能であった。ただし、前述のように、五字脱字の発生など木版そのものの製造にコストがかかるため、複数人が資金を出して、木版を作って印刷を行い、利益を配分することも行われた。さらに木版には、費用と利益の両面よりそれ、自体に資産的価値を有したため、前近代の東洋では著作物を考案。 執筆した著作者よりも、そこから、実際の印刷物を、それでも、木版が、人類の学問、文芸、芸術の発展に、重要。木版としては、詩や、山桜などが用いられる。作業場と版木作業場風景版木原木を切り出して、一定の厚さを持つ、両面平坦な木版を作り、歪みや亀裂を防ぐために塩水に浸したり樹脂を抜いた、後に、 影干しをする。その後、版木の両端に取っ手をつけて、歪みを防ぐとともに側面に、署名や関数、ページ数などを刻んで必要ではない木版を誤って、印刷をすることのないようにする。また、すり面の中央部分で二つ折りできる構造になっている構造のものもあり、これを万神と呼ぶ。中国や朝鮮では万神に実際に濃した人物の、氏名、住所、 掃除数などを記して、後日の掘り賃などの証明がわりとした。今日では、そこから得られた番での情報をもとに木版が作られた、時代や場所を特定する研究法が存在する。こうした作業と並行して、すり上がり号を想定して、紙に内容を書き、それを木版に裏返しに貼り付け、文字や絵など、以外の部分を掘りさらえる洋国告や反対に、文字や絵の部分を掘りさらえる。 陰国、印刷物を半下に用いて、精密に濃くする復刻などによって木版に凹凸をつけていく。その際には徹底した構成が行われ、誤字脱字が一言一句混じることのないように精密に刻む必要がある。その後、木版に墨を塗り、湿らせた紙を上に乗せてバレンなどで支配をすって写し取ることで、片方だけが刷られた片面ずりの印刷物が完成する。 その印刷物そのもの、あるいは、それを半分に折って一丁としてまとめた後に塗り付け、糸綴りをして、本の定裁にしたものを、正版と呼ぶ。また、巻行をするための木版である長版の技術を、応用して、二丁三丁分を一度にすることも、行われた。ありがとうございます。